東京ドームは東京都文京区公楽1-3-61にあるドーム球場。プロ野球、ジェラセントラルリーグの読売ジャイアンツが専用球場としている。1988年3月18日に開場した日本初の屋根付き球場であり、株式会社東京ドームが運営する東京ドームシティの中核施設である。野球の他も格闘技。 プロレスの工業やコンサート、商品の展示会なども行われている。面積は約4万7千平方メートル。日本初の全天候型多目的スタジアムである。高楽園球場の実質的な代替球場として高楽園競輪場の跡地に会場。1988年3月17日にオープニングセレモニーが開かれ、3月18日に コケラ落としイベントとして、巨人と阪神のオープン戦が行われた。4月8日に、初の公式戦、巨人・ヤクルトが行われた。愛称は、ビッグエッグであったが、2000年の時点でこの故障は、公式に廃止されている。空気膜構造屋根を持つアメリカのメトロドームを、モデルとして設計された。2002年から、ロングパイル人工芝を、日本の野球場で、 初めて採用した。天然芝に近い感触の特殊な繊維とクッション材を採用し、選手の負担を軽減している。ドームの広さは約216メートル四方で、建築面積は46,755平方メートル、容積は約124万立方メートル。2015年度の実績では、撤去、設営も含めた、 稼働実績は87.4%となっている。そのうち野球が占める割合は4割程度であり、その他はコンサートなどの各種イベントである。高楽園球場から引き続き、読売ジャイアンツとパシフィックリーグの日本ハムファイターズの2球団が専用球場とした。日本ハムは2004年度に、 北海道の札幌ドームに移転したため、以降は読売ジャイアンツのみが専用球場としている。巨人は1軍だけでなく、2軍の公式戦でも年に数試合使用する。読売ジャイアンツ会場以来、レギュラーシーズンに年間60試合強の主催試合を開催する。2019年までにクライマックスシリーズが9度、日本シリーズが11度開催されている。また、 公式戦や日本シリーズで巨人が優勝、日本一達成した場合はクラッカーが客席上に打ち上げられる。読売ジャイアンツ以外による主催試合、日本ハムの本拠地ではなくなった2004年以降は、日本ハムも地方開催という形で、年間10試合近くを継続して主催試合を開催しているほか、パシフィックリーグの他球団も東京ドームで主催試合を行うようになった。 日本ハム以外では2004年に初めてオリックスが2試合、大英が1試合の主催試合を東京ドームで開催したのを皮切りに2005年と2007年から2009年にかけてはオリックスが2試合を2010年以降は2019年までで楽天が毎年1試合をソフトバンクが2012年以降毎年1試合を ロッテが2016年と2018年2019年に一試合を、西部が2018年に一試合を、それぞれ東京ドームで開催した。このように、パリーグの現存する6球団は全球団が、主催試合の開催実績を持つ。一方、巨人以外のセリーグ各球団についてはこれまで、開催実績はなかったが、オリンピック・パラリンピック開催の関係でヤクルトと、 DNA が2020年に初開催する予定であった。しかしオリンピック・パラリンピックが延期に伴い2021年に再び設定された。なお、1952年に日本プロフェッショナル野球協約第38条によって制定されたプロ野球地域保護権により東京都の同権利を持たない球団が主催試合を開催する場合、 権利を持つ読売ジャイアンツ東京をヤクルトスワローズの両球団にあらかじめ承諾を得ることが前提条件となっている。北海道日本ハムファイターズ移転前年の2003年11月に東京ドームで開催された東京時代最後のファンフェスティバルで球団社長の今村淳二が移転後も東京ドームで12から15試合を引き続き開催しますとファンの前で宣伝した。 東京ドームでの開催を継続する理由として、東京都にも、球団事務所があること、二軍施設は、林県の千葉県鎌ヶ谷市のまま継続されていることに、加え、旧来の東京のファンの存在を考慮したものなどが、挙げられた。2004年は、東京ドームでの主催試合が12試合行われ、2005年は10試合、2006年以降は、 毎年7から9試合の主催試合が組まれている。ただし、2020年は当初の発表では東京オリンピック、東京パラリンピック開催に伴う多球団の主催試合との兼ね合いで4試合の開催に止まる予定だった。2021年は同年に延期となった東京オリンピック、東京パラリンピック開催に伴う多球団の主催試合との兼ね合いで 5試合の開催となる。2022年は3試合の開催となる予定。一塁側より撮影、オリックスバファローズオリックスバファローズは、親会社、オリックスの本店が東京にある関係で、ブルーウェーブ時代の2004年から2009年まで、年間2試合の主催試合が組まれた。 2010年以降は開催していない。福岡ソフトバンクホークス福岡大英ホークス時代の2004年に一試合の主催試合を開催。ソフトバンクが親会社となって以降では2012年から高野祭店員東京ドームとして2017年までは主催試合を毎年一試合を開催し、 2018年は7月9日と10日に、2019年も4月22日と7月8日に、それぞれ2試合ずつ開催した。2020年2021年は、当初から開催日程に組まれなかった。2022年は1試合を開催する予定。東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天ゴールデンイーグルスは2010年から楽天グループデーとして主催事夜 毎年一試合開催している。2020年以降は開催していない。チバロッテマリーンズチバロッテマリーンズは2016年7月12日にマリーンズ誕生、本拠地地売店25周年の記念事業として39年ぶりの都内主幹試合の会場として使用した。2017年は開催しなかったが、2018年は8月21日に、 2019年は8月22日にそれぞれ開催された。2020年以降は開催していない。埼玉西部ライオンズ埼玉西部ライオンズは2018年4月17日にライオンズクラシック2018として初めて東京ドームでの主催試合を開催した。2020年4月21日にも主催試合が開催される予定だったが、 新型コロナウイルスの影響で、プロ野球の開幕が延期となり、中止となることが決定した。東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルトスワローズは2020年の東京オリンピック、東京パラリンピック開催期間中と、その前後は、本拠地である明治神宮野球場が資材置き場、VIP 待機場所として使用されるため7月6日から9月13日の、 二ヶ月以上にわたり利用不能になることから東京ドームでの主催試合を7月上旬から9月上旬にかけて11試合を行う予定であったが新型コロナウイルスの影響で東京オリンピックパラリンピックとも開催延期となったため東京ドームでの主催試合分はすべて明治神宮野球場での開催に変更になった2021年は延期となった東京オリンピック 東京パラリンピック開催期間中と、その前後は、本拠地である明治神宮野球場が資材置き場、VIP 待機場所として使用されるため7月中旬から9月上旬まで、利用不能になることから、東京ドームでの主催試合が8月27日から29日、及び9月3日から5日の、計6試合が開催されている。また同年の日本シリーズはヤクルトが進出したが、 シーズン日程消化に伴うシリーズ延期に伴い神宮球場の使用日程が第52回明治神宮野球大会と重なったことから11月23日から25日に行うホームゲームはすべて東京ドームで行われた横浜 DNA ベイスターズ横浜 DNA ベイスターズは2020年の東京オリンピックにおいて本拠地の横浜スタジアムが野球 ソフトボールの会場として使用することから準備を含め6月9日から8月23日までの約2ヶ月半利用不能になることから東京ドームでの主催試合を6月下旬から7月上旬にかけて6試合を行う予定としていたが東京ヤクルトスワローズと同じく東京オリンピックの開催が延期になったことを受けてすべて横浜スタジアムでの開催に変更になった 2021年は延期となった東京オリンピックの野球ソフトボール競技の会場として横浜スタジアムが使用することから準備を含め6月中旬から8月中旬まで利用不能となることから東京ドームでの主催試合が6月18日から20日及び8月17日から19日の計6試合が開催されているオールスターゲームその他 MLB の開幕戦が 記の日程で行われた。10試合のうち6試合が、オークランドアスレチックスのホームゲーム扱いとなっている。2003年3月25日26日にも、オークランドアスレチックス VS シアトルマリナーズが行われる予定だったが、米英によるイラクへの武力行使により、MLB と MLB 選手会が選手などの渡航の安全を十分に確保できない恐れがあると判断し、 中止となった。東京ドームでセリーグ優勝決定時に胴上げされた巨人の監督は、1990年の藤田元閉2000年の長島茂雄、2007年2009年2012年から2013年、2020年の原辰則の3人。1990年と2000年の優勝決定は、共に背番号7をつけた巨人の選手が、 サヨナラホームランで優勝を決めている。2007年のサヨナラ勝ちによる優勝決定で相手選手を抑えた優勝決定は2009年と2012年2013年の3回のみである。日本シリーズで東京ドームで優勝を決めて胴上げされた巨人の監督は1994年と2000年の長島、2012年の原の二人のみである。 巨人の監督の胴上げに比べて、巨人の対戦相手チームの胴上げは少ない。セリーグは2006年の中日ドラゴンズ、2016年の広島東洋カープ、日本シリーズは2008年の埼玉西部ライオンズ、2019年の福岡ソフトバンクホークスの4例だけで、会場からこれらまでの期間が長く、その間は巨人が、 東京ドームで敵将の胴上げを見ることはない、ジンクスとされていた。後楽園球場で最後に巨人が敵将の胴上げを見たのは、セリーグは1975年の広島東洋カープ、日本シリーズは1977年の阪急ブレイブスまで遡る。対して日本ハムファイターズは、東京ドームを本拠地とする時代は、リーグ優勝自体がなかった。 本拠地移転後の2006年のアジアシリーズで優勝し、ようやく東京ドームでの胴上げを果たしている。巨人以外で初めて日本シリーズの主催チームとなった東京ヤクルトスワローズは2021年の第5戦で勝利すれば東京ドームでの優勝決定であったが、惜しくも敗戦している。東京ドームでの優勝決定チーム一覧アジアシリーズ日本。 シリーズクライマックスシリーズパシフィックリーグセントラルリーグ WBSC プレミア12東京ドームは野球工業以外にも多目的利用ホールとして活用されている多目的ホールとして1990年代半ばまでは首都圏最大級の規模であり東京中心部のランドマークとして存在感も大きかったことから主に関東域外の地方自治体や 観光協会が開催する地方物産展などの物販祭事、富士通をはじめとした大手企業の新製品、展示会など、いわゆる日本史会場的な用途としてもコンスタントな需要があった。東京ドームでコンサートをする場合、音がかなりこもるために、スピーカーの設置などに注意を要する。年々、残響音対策や騒音対策のノウハウが蓄積されてゆき、 現在は、ドーム内全体を黒いカーテンで覆うようにしている。コンサートで利用する場合、消防法と警視庁からの指導、及び、観客の転落防止のため、2階席と外野席の最前列は、干渉地域となり、原則として、客席として利用できない。ただし、近年は一部の公園で客席として使用する場合がある。演奏は、 近隣住民の騒音への配慮により、原則として午後9時30分以降は音を出さない。ただし、終演が規定時刻を超過した公演もある。コンサートを開催したミュージシャン、東京ドームは、後楽園競輪場跡地に建てられており、将来の後楽園競輪復活も視野に入れているため、グラウンド地下には一周400メートルのバンクが、格納されている。かつては、 サイクルスポーツフェスティバルと題して、模擬競輪など競輪、自転車競技に関するイベントが行われたが、同イベントは2008年を最後に開催が途絶えている。世界選手権自転車競技大会とオリンピックは、走路の周長と設備面から、現状は、国際自転車競技連盟の特別承認を得ないと、開催できない。東京オリンピックの自転車競技、トラックレースは、 イズベロドロームにて行われた人工芝フィールドターフ HD フィールドは人工芝を採用開業後は巻き取り式のショートパイル人工芝を使用していたが2002年から試合会場としては日本で初めて天然芝に近い性質を持つといわれるロングパイル人工芝フィールドターフを導入した導入の背景としては膝痛に苦しみながら 中堅守として出場を続けていた当時の巨人の主力選手松井秀樹への配慮があったとされるこのフィールドターフは2007年3月2014年3月2019年3月と3回の張り替えが行われているガイアフェンスガイアフェンスは2010年から従来のラバーフェンスにネットフェンスを付け加えたものとなっているネットフェンスを付け加えた 主目的は、ホームランを判定しやすくするためである。ラバーフェンスのスタンド側上部に、手すりがあり、それに打球が当たった場合は、スタンド内の構造物として、ホームランであるが、インプレーとなるラバー最上部ではねた場合と判別が、しにくく判定をめぐりトラブルとなることも多かった。スタンド最前列から見てもフェンスが低く、落下の危険性や観客が、 ホームランにならないような打球に触れることも容易であるという欠点もある。これについては2014年4月19日の対中日戦で坂本隼人が王の雄大から放った左中間にへの大飛球をインフィールド側まで手を出していたファンが直接補給してしまいビデオ判定の結果本塁打から二塁打に変更されたという例がある。また2018年からは ガイアフェンスのクッション部分がこれまでよりも柔らかくなった。白い天井と守備会場当初から90年代までは特にデーゲームにおいて白い天井とボールが同化して野手がフライを見失うケースが続発した。第66回都市対抗野球大会の決勝では打球を見失ったためにランニング本塁打となりそれが勝敗を分けた。 1998年の都市対抗野球大会では、東京ドームの天井で打球を見失ったためにヒットになったケースをカウントした結果、1大会で20本との数字が出ている。現在は、経年によって天井が黒ずんできたため、このようなケースは、ほとんど見られなくなっている。ホームランが出やすい、理由ホームランの出やすさの理由として、第一に、左中間。 宇宙間の膨らみが小さく110メートルしかないことが挙げられる。これは現在の12球団の本拠地球上の中で最も狭い。第2に屋内球場で湿度が低いために打球が伸びやすいことが挙げられる。もっとも東京ドームは野球規則1.04に記載されている国際基準を満たす NPB 発の本拠地球であり完成当時としては 広い球場だった。実際に、高楽園球場でなされた1987年の公式戦は112試合で234本の本塁打が出たが、東京ドームの1988年の公式戦112試合は147本が出たにとどまり、約4割減少している。さらに、 コンピュータ分析では、大貞春の868本塁打のうち、東京ドームなら322本減るという結果も出ていた。打球場と比較しても、東京ドームの1試合あたりの平均本塁打数は、各球団の本拠地中、1988年10位、1989年10位、1990年11位であり、数字の上でも本塁打の、 極めて出にくい球場であった。しかし、その後は、1991年7位、1992年6位、1993年6位、1994年6位、1995年7位、1996年6位、1997年3位、1998年1位、1999年2位、2000年1位と、 た、球団が広い球場に、本拠地を移転したり球場を拡張したりする中で、東京ドームは、相対的に本塁打の出やすい球場となっていった。それに加えて、ボールの影響が言われており、それまでの玉沢製ボールだったのを1992年から、水の性に変えたために、本塁打が増加したとされる。それを裏付けるように、 開業した1988年の1試合あたりの本類打数は1.31本だったのに対して2004年は3.43本と2.6倍以上に増加し統一級導入前後で2010年は2.88本2011年は1.42本と半数以下に激減しているこの最中1998年には東京ドームで 本類打が急増したため、読売新聞で分析がなされ、左、宇宙間の膨らみがないこととともに、スタンドにしか冷房が当たらない構造から、冷房によって、外野席の気温が下がれば、風が、グラウンドから吹きつけることは考えられるという仮説を、挙げている。構造天井センタースピーカー中央部の、テレビカメラ屋根は、空気膜構造と呼ばれるもので、 内部の空気圧を外部よりも0.3%高くして膨らませている。インフレートと呼ばれ、完成時に屋根を膨らます作業が行われた。圧力差を維持するために送風ファンを合計36台設置しており、ドア開閉がある場合は10台から18台、ドア閉鎖中は2台を動作させて気圧を維持する。出入口は手動式回転ドアやエアロックが設置されており、 全面的なドア開放は、余圧が抜けて、屋根が潰れる原因になるのでできない。多数の観客が退場する際は、通常のドアも開放されるが、気圧のため外向きに強い風が起こり注意を要する。この風は回転ドアのわずかな空間でも発生している。隣接する小石川高楽園の日照に配慮するため、屋根の高さが、 外野方面に向かって低くなっていくように設計されている。屋根は28本のワイヤーを8.5メートル間隔で縦横に並べ、その間に二重構造の膜を張ったものとなっている。膜はガラスクロスの表面をフッ素樹脂でコーティングしたもので耐光性、耐熱性、非粘着性に優れた不燃材料である。内膜は音を吸収する特性もある。 太陽年数は20年以上。総重量は400トン。太陽光の約5%を投下する。思考は太陽工業。ワイヤからテレビカメラ、スピーカー、照明が吊るされている。中央部のテレビカメラからの映像は野球中継だけでなく NHK、民放各局の夜のスポーツ速報番組などに使われていた。 最近の巨人戦などの野球中継ではあまり頻繁に使用されないが当主の投球練習を上から撮影する際などに使用されている。巨人の優勝決定時に行われる胴上げの際はトップアイからの映像が必ず使用される。天井の高さ61.69メートルは1964年の甲楽園球場開幕試合に巨人の王貞春が 国鉄、金田正一から放った、超特大の場外ホームランから導き出された数字で、それ以上の打球が来ても屋根に当たらないように、高さが設定された。完成直前の東京ドームを、テレビの収録で訪れた、長島茂雄は、この天井にボールをぶつけることは無理でしょうと述べていたが、実際は、打球が、天井や懸垂物に当たった例は、多数ある。 東京ドーム特別規約東京ドームは、打球が天井や懸水物に当たった場合などに備えて、特別ルールの東京ドーム特別規約が設けている。東京ドーム特別規約の内容は、以下の通り。打球がフェア地域上の天井や懸水物に当たった場合は、ボールインプレートする。ファウル地域上の天井や懸水物に当たったり、穴や隙間に入り込んだ場合は、 ボールデッドとする。打球がフェア地域内にある天井の穴、または隙間に入り込んだ場合、あるいは懸垂物に挟まった場合は、ボールデッドとし、打者及び走者には投球当時を基準にして2個の安全侵入権が与えられる。内野から外野にかけてフェンス上にボールが止まった場合は、ボールデッドとする。ただし、バックネットの低いフェンス上にボールが止まった場合は、 ボールインプレートする。ボールボーイ用の椅子にボールが当たってプレイングフィールドに跳ね返った場合はボールインプレートする。ただし、ダッグアウトの屋根の上に止まるか、久しに当たった場合はボールデッドとする。エキサイトシート内にボールが入った場合はボールデッドとする。直ちにプレイングフィールドに跳ね返った場合もボールデッドとする。 ボールがカメラマン席に止まった場合はボールデッドとする。直ちにプレイングフィールドに跳ね返った場合もボールデッドとする。東京ドーム特別規約日本の球場としては珍しくメインとなる内野2回コンコースから直接グラウンドが見える構造となっており、グラウンドに近いスペースを立ち見席として販売している。 車椅子を利用する観客のために立ち見席の一部を車椅子席としている。車椅子だけでなく介護ベッドを利用する観客も利用できるようになっており、介護ベッドを設置し、介護ベッドで横になりながら試合を観戦している観客もいる。発売方法は通常と異なる。他に内野は1階と4階、外野は1階にコンコースがあり、グラウンド面は 地下5.5メートルの高さである。かつて1階のコンコースは一塁側がつながっていた。オープン当初は売店等が立ち並び、外野と内野を行き交う人々で賑わっていたが、数年で閉鎖された。現在は、外野側、内野側いずれもシャッターで閉ざされ中に入ることは、できない。閉鎖後は、倉庫として使用されている。 閉鎖された一部の売店にはかつてジャイアンツの選手が出演していた当時のオロナミン C の看板が残っている。基本的に座席の色は青とシーズンシートのグレーで統一されている。敷地の関係上、日本の球場としては外野席の比率が低い。内野席は2層式で中間にバルコニー席があり、巨人戦は食事記念館指定席となっている。 バルコニー席の中央部分は VIP 用スペースとなっており、イベントによってはバルコニー席全体が関係者用スペースにもなる。スタンドのファウルポール付近は稼働席でサッカー、アメフト等の開催時はフィールドを広げられるようになっている。かつてはスタンド下方への自動収納式のものもあったが、現在は廃止されている。 巨人主催ゲームについては2009年から2010年まで平日ナイターに限り内野 C 指定席の一部を学割チケットとして販売していた。左翼スタンドのセンター寄りを巨人の応援席にした、レフト巨人応援席、残りの座席の一部をビジターチーム応援席と設定したため、巨人ファンとビジターファンとの外野の座席比率はおよそ6、4になっている。 元来、ライト側に入れない巨人ファンが、レフトのライト側寄りで応援していたことと、レフト側で、ビジターチームを応援する客が少なかったこと、2005年後半戦の、阪神戦以外のすべての試合で、バックスクリーン周辺のレフトスタンドの客席の、空席が目立ちすぎたことなどから、設定された、席種である。なお、阪神戦は、 阪神ファンの集客率型球団のファンのそれと比較すると圧倒的に高い手には巨人と阪神のファン同士での争いごとの発生を避けることなどを理由にレフト巨人応援席は設定されておらずレフト外野席すべてが事実上のビジター応援席となるただしクライマックスシリーズ開催時は例外であり阪神戦の際もレフト巨人応援席が設定される 都市対抗、大学選手権、プロ野球のアジアシリーズが開催される、期間中は1.3塁側スタンド最前列に応援団の特設ステージが設けられる。2005年から内野1.3塁側のファウルゾーンにフィールドシートを設置した。2009年からは座席列が2列から4列に増設されて420席となっている。2017年からは1塁。 三塁側に合わせて154席増設され合計574席となった。38席分に頭上まで防球ネットエリアが新設された。2019年から東京ドーム外野のレフトスタンド下にシークレットパーティールームが登場。外野フェンスに窓が設けられておりカウンター席から試合を観戦することが出で,できる。 また大型モニターソファが設備された個室でホテルメイドのパーティー料理、ソフトドリンクが楽しめる。部屋数は2室で収容定員は15から25名。プロ野球の各球団は2004年までその主催のシーズン公式戦の観客数を概数で数字で発表していた。東京ドームは 収容辞任を1988年から1994年まで5万6000人、1995年から2004年まで5万5000人とし、巨人戦の観客数を実際の入場者数に関わらず満員の5万5000人と発表していた。朝日新聞によると、設計段階は5万9人であり行政指導の結果4万6314人に減ったが、 万人で5万人と発表していた。ただし、日本シリーズや、オールスターゲームは、各球団ではなく、日本野球機構の主催となり、同機構が、公益法人のため実際の有料入場者数が、記録されることになっている。日本野球機構主催ゲームの、最多有料入場者数は、1994年日本シリーズ、第2戦の四万の4三6342人である。 2005年からプロ野球全体で観客数発表を実数に禁じさせるため通常は実際の入場者ではなくシーズンシートを含めたチケット購入者数をプロ野球チームが本拠としている各球場でも収容人員の変更が行われているが東京ドームは観客数発表の方法は変更したものの収容人員の変更はしばらくされていなかった 2013年現在は野球開催時の収容人数を約4万6千人と交渉している。しかししばしば4万7千人弱の動員が記録されている。また1998年のアメリカオーダ断ウルトラクイズでは5万453人と発表されている。会場当初、小石川消防署に届けられていた定員は4万6314人であった。 2005年4月13日の産経新聞は、回収を経て、現在の数字である4万5600人に、落ち着いたとある。その後、エキサイトシート新設による増員が行われた。野球以外でのイベントは、2002年12月7日の、K1 ワールド GP2002 決勝戦が、主催者発表で7万4500人、1998年4月4日の、 新日本プロレスた主催の燃えるトコンアントニオ猪木引退試合が主催者発表で7万人などの記録がある。1988年の完成時のスコアボードはバックスクリーン側の三菱電気製白黒2色のスコアボードとフルカラー表示のオーロラビジョンバックスタンド上部にある白黒2色のサブボードだった。打順のチーム名表示は会場初年のみ巨人。 阪神などの通称を使用していたが、翌年から、ジャイアンツ、タイガースといったニックネームに切り替わっている。2003年に、講述する、スコアボード部回収を機に、再び通称表示に変更されたが、2004年に、ニックネームに戻された。オーロラビジョンは1990年にハイビジョンサイズへ、変更、1999年に、全面回収された。 2001年にサブボードも三菱電機製のフルカラー表示の前面、オーロラビジョンに全面回収された。2003年にスコアボード部が回収され、ホームラン時の映像パフォーマンスが上半分の表示から全画面表示になった。各選手の打率、ホームラン表示に打点が加わった。急速表示も単位が、キロメートルからキロメートル毎時に変更され、 スコア部分のチーム名表示が普通のアルファベットから書く、球団の帽子のマークに変更された。選手名に使用されていた文字の字体が多少変更された。2004年のシーズン途中からはサブボードの急速表示部分にも打席の選手名、打率、ホームラン数が表示されるようになった。急速表示はその下に表示される。2005年にバックスクリーン側のスコアボードと オーロラビジョンの全面回収が行われ、フルカラー LED 表示の全面オーロラビジョンになった。フォントが、カノンのクゴシック CA に変わり、従来のものと違い両チームのメンバーを上から下へ、縦表示になり、守備位置表示が、数字から、英語略称になった。二つの境目がなくなったことで、選手交代時に守備と選手名の部分が上から下へ、 回転して変わる、など様々な映像表現が可能となった。チーム名は最上部にチームロゴで表示される。10億7000万色の発色が可能となり、日本の野球場では最高レベルの鮮明な画像が見られる。縦組のメンバー表示は、後楽園時代の1987年以来の復活となった。バックネット裏スタンド最上部のオーロラビジョンも、 バックスクリーンと同じ尺度のスクリーンになった。文字を表示しない枠に当たる部分は緑色になっている。2006年からバリアフリー対策の一環で選手名部分の字体の幅が大きくなった。その影響でペットマークを表示していた部分がなくなり、チーム名を選手名の上部に表示するようになったため、一列に入る選手名が9人分となった。このため、 指名打者制の試合時は5番打者の名前の横に投手名が表示されている。2007年よりスコアボードをより見やすく分かりやすくするため守備位置表示が英語略称から日本人に馴染みのある数字に戻り投球数表示が追加されオーロラビジョン部分がハイビジョンサイズになる。打率、ホームラン、打点の表示も英語から日本語に変わった。 枠の色が緑から文字の部分と同じ黒に変更されており、球速やヒット、エラーなどの記録は黄色で表示される。前年開催された2006ワールドベースボール、クラシックアジアラウンドで投手の投球数制限を分かりやすくするために使用された、投球数表示をこのシーズンから公式戦でも使用し始めた。野球の試合で使用する場合、 スコアの表示は開設当時は9回までだった。2003年の改修に際して延長戦の表示について、プロ野球のように延長が12回までしか行われない場合は1回から9回までのスコアの幅に1回から12回までのスコアを幅を詰めて表示するようになった。都市対抗野球大会など延長が13回以降も行われる可能性がある場合は、 従来通り9回までのスコアを消去して10回から18回までのスコアを表示する。2007年からスコア部分のチーム名表示がアルファベット1文字になった。ただし2文字以上表示することも可能であり、2008年のアジアシリーズは s k ワイバーンズが SK 統一セブンイレブンライオンズが UL、天津ライオンズが TL と表示され、 2012年に行われた MLB 開幕戦ではシアトルマリナーズが C ・オークランドアスレチックスが多くと表示された。2012年から DNA は DB と表示されている。2011年シーズンから国際監修に基づきボールカウントをサブからビゾ表示に変更した。2017年からは一軍での巨人主催ゲームのみにおいて 右下のスペースに、投手成績、打者成績が表示されるようになった。投手は、投板数、投球回数、脱三振、防御率が表示されており、打者は、打数、安打、四死球、得点、超打率、出塁率、投塁数、得点圏打率が表示されている。2021年のオフシーズンより、 二年かけてメインビジョンとサブビジョンの大規模改修工事が予定されている。放送席ネット裏の放送席の配置は三塁側から順に東京ケーブルネットワーク、日本放送、ラジオ日本、テレビ朝日、NHK、日本テレビ、文化放送、TBS ラジオ、六局共用ブースとなっている。六社共同ブースは、ラジオ日経は日本短波放送時代に、 高楽園球場からプロ野球中継を行っていた名残で使用権を持っているが2021年現在は中継の制作を行っていない。北海道放送と RKB 毎日放送は交流戦の巨人主催試合、あるいは日本ハムソフトバンクの主催、またはビジターのパリーグ公式戦で CBC ラジオは巨人主催試合を 超主立調査期間中や一部週末デイゲームに自社制作するときに使う程度である。東京ケーブルネットワークの放送席は、地上波のテレビ埼玉、CS 放送のガオラ、スカイ A、BS 放送の J スポーツに使われるほか、ラジオの巨人主催試合を朝日放送ラジオと MBS ラジオが並行して制作する場合に朝日放送ラジオが使用する。 TBS ラジオが2017年を最後に DNA 主催試合の裏送り以外の野球中継から撤退したため TBS ラジオのブースは予備ブース扱いとなり FMNAC5 が東京ドームから西部が関与する試合を中継する時に同ブースを使用したことがある2021年に行われた東京ドームでの DNA 主催試合における TBS ラジオのビジター地元局への裏送りで、どのブースが使われたかは不明。放送席に入るために一度コンコースを通らなければ、ならず、観客が、解説者などにサインをねだる光景が見られる。日本テレビの番組宣伝などで中継ゲストに、有名芸能人が登場した時は、試合終了後に放送席裏のコンコースが、人だかりして混乱する。 21番ゲート右側に野球殿堂博物館が併設されている。この施設も後楽園球場から野球体育博物館の名称で受け継がれてきたが、2013年4月1日に現在の名称に変更された。応援時の規制東京ドームは野球開催時に以下のような規制を行っている。応援幕、メッセージボード等の内容は、 チームや選手を応援するものに限り、公助両族に反する内容や、誹謗中傷を含む内容のものは、持ち込めができない。試合中に掲げても、掲げている内容が試合中でも厳しくチェックされている。ため、発見され次第係員に没収される。巨人主催試合は1993年まで、日本ハム主催試合は2006年まで対抗、使用できなかった。 理由は一説によると、東京ドームの応援規制が緩和された1994年に、巨人、日本ハム両応援団は、トランペット持ち込め数増加と、太鼓持ち込めのいずれかを選択することになり、巨人応援団は太鼓を、日本ハム応援団はトランペットを選択したと言われる。日本ハム主催試合で2007年以降太鼓が認められるようになったのは、 巨人主催試合のビジター戦では、太鼓が認められ、ホーム戦で認められないことに対する矛盾を解消することが理由であると言われる。2016年12月が会社創立80周年にあたることから、同年1月から2019年1月の3年間にわたり、1988年の開業以来発となる大規模改修工事を行う。 総事業費は約50億円で一部休業期間を設けるが基本的に営業を継続しながら段階的に実施する。主なリニューアル内容は以下の通り。バックネットのフェンス広告は2004年から電動により広告パターンを複数出せるようになっている。オールスターゲームが開催される場合はオールスターゲームの冠スポンサーの広告を掲出している。 日本シリーズが開催される場合もオールスター同様に冠スポンサーの広告を出している。外野に11枚の巨大看板が設置されている。プロ野球開催時にこの巨大看板に直撃するホームランを打った選手に対して東京ドームビッグボードホームラン賞として100万円の賞金か、それに相当するスポンサー商品が贈呈される。 ビッグボード広告は2021年現在、インターネットイニシアティブ、キリンビール、スターツコーポレーション、エージェック、ニッタン、ウェルシア薬局、バンダイナムコホールディングス、大塚製薬、セコム、アサヒカセイホームズ、島田屋の11社。ボード広告ではないが、巨人戦の際にオーロラビジョンの自由表示部が、プレイ中に、クラブジャイアンツ GPO の広告として、 固定表示される。なおオールスターゲーム及び巨人が出場した際のポストシーズンゲームでは看板に当たるホームランが出ても賞金、賞品は出ない。かつてはライト側の柱広告に直撃するホームランを打った選手に300万円の賞金が贈呈されていたが契約終了により2006年に廃止されて広告が撤去された。東京ドームは 消費者金融の会社の広告を一切出していない。以前に大阪近鉄バファローズが消費者金融のアコムとスポンサー契約を新たに結びヘルメットに同社名を記したことを巨人の渡辺恒央オーナーがプロ野球の品位を汚す。消費者金融の広告など子供に見せられない。東京ドームは消費者金融の広告は一切ないと通話したが その発言時は、東京ドームでも、同業のプロミスの広告が出されていた。その後、シーズンオフに、次年度の広告掲載の契約更新の際、東京ドームが、プロミスに、来年の広告掲載の更新は見送ってほしい。状況を理解してほしいと更新を行わない旨を、通達し、プロミスも了承し、消費者金融の広告は一切排除された。 バックスクリーンは会場当時は両サイドの広告を貼るのみだったが、その後中央部分にプリズマビジョンと呼ばれる回転板が貼られるようになった。かつては室内広告として試合約40分前、3回裏、5回裏、7回裏のグランド整備の間、ゲームセットコールの直後と客出しの間の15から20分間にビッグビジョンや生中継できるカメラと、 サンプル商品などを投下する3つの小型気球、それぞれを装備可能な無人飛行船が飛行しており、巨人勝利の際はヒーローインタビューの TV のカメラフレームに入り込むように飛行していた。2021年、2022年オフに、スコアボード回収の際に広告スペースが削減されるため、2023年以降の看板については、詳細不明。 東京ドームの球場使用料は2015年現在は7時から24時までの1日で観客数に関係なく税抜きで1700万円。ただし観客を入れない場合は準備日料金となり1日650万円である。この高い使用料が日本ハムの札幌移転の理由の一つとなった。この金額は証明、アナウンス。 ゴミ掃除など観客を入れるための隠しオプションも含まれた金額である。オフシーズン、平日、昼間、総野球、オプションなしなどの条件であれば数十万で貸し切ることができる。使用に関しては22時以降0時20分までや23時30分から深夜5時までという深夜の使用も認められている。ただし、12月から2月までの間については、 草野球の貸し出しを行っていない。1980年に、高楽園、MVP 賞として制定された、球場独自の表彰で、1988年の、東京ドーム会場時に東京ドーム MVP 賞に、解賞された。東京ドームを本拠地とする球団に属する選手で、同球場で、最も活躍した、選手1名を表彰し、記念プレートを、 球場内コンコースに永久展示する。賞金は300万円。年度によって特別賞や新人特別賞などが贈られる場合がある。2020年シーズン終了時点で最多受賞者は、打者は小笠原道博の6回、当主は菅野智之の4回。1980年から1987年までは、後楽園。 MVP 賞。1988年以降は東京ドーム MVP 賞。東京メトロ南北線は東京ドームの真下を通っている。夜の東京ドームおよび東京ドームホテルを望む空中写真。ありがとうございます。